ーストが追いかけていってファウルグラブどうか、取ったか、内田取っています。体を張ったプレーでした。ファーストよく取っている、バックホーム、そして一塁は投げられません。ツーアウト満塁。ファーストはネッティ、一塁線はよかった。そして岡がこう頭からいきました。気持ちの入ったプレーでした。一発でバックライナー、 T 岡田取っています。スタメンマスクをかぶっていました。カーブ、バットの先だ、センターの前、センター突っ込んでくる、さあどうか、ダイレクトボールを取っています。ここは辰巳が俊足を見せました。ファーストよく取っている、中田翔を取ってベースカバーに入った、ワサーに渡っています。ナイスプレイ。ランナーはサードへ、中田翔が飛び込んでいったというシーンでした。その後のシューティーをやってくれ、足も速い、高め杖取った、一塁へ、アウトです。変化球ってセカンドを横についた、一塁どうか、際どいタイミングアウトになりました。いいプレーでした。ライトの前、栗原突っ込んで取っています。栗原のファインプレー、よく取りました。強い打球だぞ、センターへの打球、これは伸びて若林はフェンスの手前。ナイスプレー、若林が北海道で躍動。ナイスプレー。ここでショート右、ここは源田が取る、できるかなというところでしたが、ここは源田がさっと、まあ、簡単そうにやってますけどもね、はい、まあ、見事ですね。さあ高田飛び込んでピッチャーベースカバーに入る、キャンバスを踏んでアウト、高田の好プレー。初球いってサードとった、二塁を取る、好プレーでした。いや、いい反応でした、ボギー。いや、スーパープレーですね。センターアウト、若林、今日は盛んに前に出されますが、これはどうか、取ったか、取りました。ここはナイスタッチです、若林。もう結構前に落ちそうだと、左方向へ強い打球になりました。レフト後方下がっていく、西川ナイスプレーでした。この打球はショート飛びついた、後ろか、二塁はアウト、一つアウト、その間にホームインです。ここはロングを出ます、ライトで上がってる打球ですが、下がっていって、下がっていって、どこか取っていました。こんな感じは速い球、打ち返していきました。ライトへのヒットになりました。ランナー回ってきました、バックホーム、いい球返ってきた、タッチはアウト。素晴らしい球が返ってきました。さすがキャッチャーです。センター方向、センター下がっていく、中川下がって下がって、フェンスの手前、どうでしょう、取った、これは取っている、ランナーそのまま、これはセンター中川ファインプレー、よく取りました。セカンドの横、さあこれはライト太田の肩がありますんで、バックホーム勝負してきたぞ、タッチはどうだ、タッチはアウトになりました。これは石川の好プレーやな、大使もそうだけど石川ですよね。太田大使レーザービーム、そしてこれはリクエスト出ました、アウトになりました。改めてビッグプレー。